今回でこのラジオも50回になりますね。そうなんですか？やばいですね。これはお祝いのごちそうを借りに行かなきゃですね。お祝いなのにゲテモノだけは勘弁して。プリコネチャンネルリライブ。おいっす、ペコリーヌ役マオです。ラジオをお聞きの主様、おいっす、コッコレ役伊藤美久です。ラジオをお聞きの皆さん、ぶっこおいっす、ケル役立花梨花です。はい、今回のオープニングナレーションはプリコネーム俺は悪くねえさんの投稿でした。いつも投稿ありがとうございます。ありがとうございます。さて、50回ということで。そうですね、早いですよ ね。今回のオープニングのプリンセストークの話題もそのように、うん、そのようなメールが届いておりますので、そちらの方読ませていただきます。プリコネーム穀物連鎖さんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、おいっす。おいっす。そろそろ収録的には記念すべき第50回1周年を迎えるところでしょうか。うん、思い起こせば第0回の時はまだゲームリリース前だったんですよね。真央さん、ミクさん、リッカ様は1年前の自分にプリンセスコネクトリダイブはこうなったよと伝えたいことはありますか。ああ、そうか。そうだね、リリース前からね、やっていました。そうですね、まあ、まずは無事にちゃんとリリースされたよっていうことを伝えてあげたいですね。そうですね、はい、あとは1年経った今でもラジオが続いてるよ、今できてるよって、しかもこんだけ仲良くなりましたっていうことを伝えた。そうですよ、ほんと。あとなんか、はいはい、なんだろう、面白コーナーがたくさんできましたね。あ、確かに。そうですね、ラジオで言うとね、キャラクターによってのコーナーもできましたしね。でもね、途中からいろいろこう新規キャラクターさんが追加され、どんどん仲間も増えていって、うん、はい、ね、どんどん盛り上がっていってるところですので、ぜひぜひ今からでも遅くない、皆さん遊んでください、はい、遊んでください。はい、こんな感じで、ゲームに関連して私たちにトークしてほしいリクエスト、プリンセストークのお題、投稿お待ちしております。さて、プリコネチャンネルリダイブ、この番組はプリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。今回は第50回1周年を記念して、番組後半は振り返りトークをお届けします。最後までお聞き逃しなく。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリライブ。今回でこのラジオも50回になりますね。そうなんですか？やばいですね。これはお祝いのごちそうを借りに行かなきゃですね。お祝いなのにゲテモノだけは勘弁して。プリコネチャンネルリライブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。プリコネインフォメパート1。ではここでゲームプリンセスコネクトリダイブの最新情報をお知らせします。ストーリーイベント、デンジャラスバカンス渚のグルメプリンセスが現在開催中です。サレンちゃんのメモリーピースがもらえ、そして新規追加キャラであるサマーバージョンのコッコロちゃんを仲間にする大チャンスとなっていますので、ぜひプレイしてください。コッコロちゃんのサマーバージョンは、こちらのイベント限定キャラとなっておりますので、この機会をお見逃しなく。また現在ピックアップガチャを開催中。期間中ピックアップガチャにおいてペコリーヌのサマーバージョンの提供割合がアップします。ピックアップ期間中のみ排出される期間限定のキャラとなっておりますので、ご注意ください。またこちらのキャラは今後再登場する場合がございます。そしてダンジョンマナドロップ量2倍キャンペーンを7月10日に開催予定です。キャンペーン期間中、ダンジョンの各階層をクリアした際に獲得できるマナ獲得量が通常の2倍になります。詳細はゲーム内お知らせなどをチェックしてくださいね。この後もゲームの最新情報をお伝えしますよ。お楽しみに。つながるジングル。ササトラさん、今日はラジオ1周年のお祝いパーティーをしましょう。明日は2年目突入記念パーティーをしましょうね。改めまして、パーソナリティのプリンセスコネクトリダイブ、ペコリーヌ役マオです。
パーソナリティのコッコレ役伊藤美久です。パーソナリティのケル役立花梨花です。さて今回の前半は、ゲームに関するお便りの特集テーマストーリー、こちらをご紹介したいと思います、はい、今まで届いたメールをご紹介しまして現在までのストーリーについてお話ししていきたいと思います。ということで、はい、ちょっとね前にもらっていたものとかも、合わせて紹介していきたいと思いますよ、はい、まずはプリコネームニャルさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんおいっす、おいっす。リリース初日から毎日欠かさず楽しんでいます、前作からやっていて今とても楽しいです、私はストーリーがすごくいい話だと思うのでしっかり見るようにしています。登場するキャラそれぞれの個性可愛さを感じられるエピソードに私は感激ですと。ありがとうございます。嬉しい、毎日欠かさずって、ね、ということは主様頑張れスタンプたくさんもらってるんだよね。コッコロちゃんのピコピコ、ね、ピコピコって勝手に言われましたけど続きましてプリコネームサムターンマーシーさんからいただきました。ありがとうございます。マオさん、伊藤さん、立花さん、こんばんは。こんばんは。僕は今キャラごとの個別ストーリーに夢中になっています、うんうん、個別ストーリーは戦闘などでキャラクターとの絆を深めるたびに1話ずつ解放されていくのですが、どの話もキャラクターごとの魅力がこれでもかと詰め込まれていてめちゃくちゃ面白いです、うんうん、ノーマークだったキャラがストーリーを見たら推しキャラになっていたなんてことも多々あります、うんうん、そこでキャストの皆さんに質問なのですが、ご自身のキャラのストーリーで特に注目してみてほしいポイントなど何かありますでしょうか、ということですね。なるほど、そうね、いっぱいありますね。いっぱいあるけれども、うん、いっぱいあるけれども、うん、ま、やっぱり、ま、キャラに限らずやっぱり4話とかはそうですね、すごくね、夢を見られる、見られる、はい、これはやっぱりどのキャラクターさんについても、うん、はっ、そんな一面があってたのかもしれない的な夢、うん、夢確かに、うん、あれはすごくね楽しいですね、読んでて。そうですね、うん、最初にコロッと言っちゃうところが4話ですもんね、うんうんうん、なんかそのあのノーマークだったキャラ、うん、そうね、そう、うん、1話2話3話もこうおおおってなって、うんうん、4話でコロ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 転げ落ちるようにダメ押しですね、もう。確かにおすすめポイント、うんうん、言いすぎるとやっぱちょっとネタバレっぽくなっちゃいますもんね。あ、そうだね、うんうん、コッコロは個人的に好きなのは、うん、ワンワンという名のあるじ様の話があるんですけどあれやばかったそこがすごくあの私も演じていて楽しかったし、うんうん、もうツッコミどころも満載なので、うんうんうん、ぜひ楽しみに、まだの人は楽しみにしていてくださいペコちゃんはありますか。ペコちゃん、でもだ、難しいね、でもいつも元気くれるから、うん、そうですね、進めば進むほど距離感、まあ最初から近いんですけどあの近くなる、あ、4話のやっぱり夢の時が、はいはいはい、うん、おーってえ、おーいやなんか一個はいね、あるので、それがまたね、あのお話的にあ、うえってなる時とかもあったりするのでそうですね、ということは推しがまだ決まってないという方はとりあえず4話まで、うん、そうですね、はい、開けばいいと言ってください、はいはい、じゃあ続きましてプリコネームピカデリー石田さんからいただきました。ありがとうございます。マオさん、ミック、リッカ様、おいっすー、おいっすー。プリコネリダイブ楽しく遊ばせてもらっています、うん、最初はストーリースキップしていてようやくストーリーを見たのですが、うん、めちゃくちゃ面白いですね、うん、ストーリーの鍵を握りそうな美食伝のメンバーたちの秘密、そして4章エンディングで映ったキャルちゃんは無事なのかとても気になるので5章が待ち遠しいです、というわけでちょっと前にいただいたお便りです ね、うん、ね、今6章まで、ご覧いただける頃かな、なんですけれども、うん、はい、あのさ4章あのストーリーのさ、はい、こう題目目次みたいなところがあるじゃないですか、はい、あ、流れますよね、あ、ね、あ、じゃなくて、あのストーリーって押して開けた時に、はい、イラストがあって4章、あ、そうですね、そのタイトルみたいなところがあって、はいはい、そこの4章の
イラストが、うん、あのペコに抱きつかれてるキャルの画像なんですけど、うんうん、これあの某コマーシャルのおかげでねすごくそうですよね、もうね笑いが込み上げるようになってしまってあのコマーシャルの時になんで言ってくれなかったのよって確かに今ってなるいやー本当ねストーリーめちゃくちゃ面白いのでね、ぜひ読んでほしいですね。え、続いてプリコネームコウヤンさんからいただきました。ありがとうございます。マオさん、ミクさん、リカさん、おいっす、おいっす。プリコネリダイブのメインストーリー追加されましたねと、5章の予告 PV でキャルが電撃を受けてるシーンがありましたね、やばいですねということでいただきました。はい、いやー、感動した。いやー涙涙ないやいやはやいやはやですよ。でもなんかね、シナリオをこう進めていくとあのキャルとは違う冒険をしてるじゃないですか、ペココロは、うんうん、だからあ、こういう楽しい生活を送ってたんだと思ってちょっとなんか私も楽しかった私こんなに辛いのみたいなグルーの方だったらごめんなさい、今すごいごめんなさい、準備してます、ここまで出てました、よかったよかったです、よかったよかった、楽しいです。続きましてプリコネームコウシンさんからいただきました。ありがとうございます。マオさん、ミック、リッカ様、おいっす、おいっす、おいっす。クエスト11エリアおよびストーリーの第6章が解禁されましたね、うん、ストーリー第5章が壮絶な展開だったため、うん、この先がどうなっていくのか楽しみで楽しみで仕方なく、本当にいつも夜しか眠れない思いでした。寝とるやないかい。そして第6章にてとうとうペコリーヌの過去や本名が明らかになりましたね、うん、いつも明るく笑顔で振る舞っているその裏の部分を知り、正直涙が止まりませんでした、うん、同時にペコリーヌのことがさらに大好きになりました。これからも私のパーティー主要メンバーとして絶対に使っていこうと思います。本当にこのゲームは最高です。ありがたい、ありがとうございます。ペコリーヌさん、そうですよ、6章はもうペコリーヌさんですよ、本当にもいや怒涛の展開でしたもんね。そうですね、5章からパパッと、確かに確かに、うん、なんかねストーリー進めるとこうキャラストーリーもそうだしメインストーリーもそうだし、はい、進めると絶対その登場キャラクター好きになっちゃう、 すごいなんかより思い入れがあって、ね、あもうみんなのレベルを上げたいって大切にしてあげたいって思いますよね。まあね、いろいろまだこの先にもね、はい、そうだよ、いろいろありますから、ありますから、もうちょっと、もうやだ、気になる、全部言いたい、あのね、これからこれこうなってこうなるんだよ、これ、そう、まおちゃんが言う前に早くリリースしてくださいということで以上、番組前半はプリンセスコネクトリダイブをプレイした感想をご紹介しました。現在よく届いているテーマはイベント、ストーリー、ランク、バトル、クラン、ギルドハウスについてです。投稿お待ちしています。はい、それではここで1曲お聴きください。7月25日発売予定の CD プリコネキャラクターソング04より、のぞみ役の日笠陽子さんで君の笑顔が見たいから。
ということでお聞きいただきました。のぞみちゃんの君の笑顔が見たいから、あー可愛らしかった。なんか元気の出る曲です ね, ですね。おしゃれですね、すごい曲が。はい、ということで続いてはショートショート劇場美食伝の食卓です。今回のドラマゲストはゆかり役の今井あさみさんです。それではどうぞ。美食伝の食卓。ようこそ美食伝のギルドハウスへ。今日のゲストはギルドメルクリウス財団の経理担当ゆかりさんです。よろしくお願いしますね。ゆかり様はどのような食べ物がお好きなのですか？そうね、お魚も好きだし、お肉も好きだし、お野菜も好きだし、おつまみになれば。好き嫌いがないのですね。そうなのよ。飲み物はどのようなものがお好きですか？それは甘いものも好きだし、辛口も好きだし、炭酸も好きだし、フルーティーなのも好きだし。飲み物も好き嫌いがないのですね。健康的です。そうかな。とにかく食べましょう。そうね、それじゃ乾杯。数時間後。私はまだまだ飲めるわよ。おかわり。ゆかり様。つながるジングル。サンゴアルジ様、私1年経って少しは大きくなったでしょうか。2年目にも必ず。さてさて、オープニングでもお伝えしたように、今回の後半は番組第50回1周年を記念して、この1年間の振り返りトークをお届けします。スタッフさんがですね、トピックスを用意してくれましたんで、それを見ながら思い出していきましょう。いっぱいありますね。まず第0回は、はい、みんなで短冊に願い事を書いたそうです。はい、書きましたね。しかも夏だ。配信日がちょうど本当に1周年なんですね。7月6日配信なんで。すごい綺麗に。この50回が7月5日、はい、配信だ。すごいですね。これね、願い事を私、はい、短冊にリリース早くされますようにみたいなことを書いた気がする。叶った。そう、うなぎさんがね、目をそらしてた。よかった。当時ね、本当ね。今はバッチリ目が合いますからね。バッチリ目が合いますね。よかった。ありがとうございます。あと何か気になる回でございます。公開録音の模様の時も、うん、懐かしいなって。ちょうど多分衣装も初お披露目の時ですよね。プリンセスバージョン。そっか、8回か。もう8回でやってたんですね、公開録音。早い。早いね。あとは私、焼肉の会がやっぱり嬉しかったです。そうだね。あ、そっか、ミックのバースデー会、美味しかったし。そっか、これ初めてお外に。まあ、公開録音覗けば初めてなんですね。そうですね、美味しかったし、お二人からお手紙もいただきまして、しっかりと保管させていただいています。すごい愛に溢れてる。リッカ様、顔がドロドロでしたよ。ちょっと二人ともちょっとドロドロになっちゃった。溶けちゃった。嬉しかったです。私これ好きだったな。36回、うん、3月29日配信だったんで、はい、ちょっと気の早いエイプリルフールで、うん、プリンスコネクトリダイブやったやりました。やりましたね。設定がすごい面白かったんですよね。コッコラン、コッコランはすぐ腕枕す、すぐ腕枕、すぐ腕枕しようとしますからね。肉食系男子のペコリーナとかもね、はい、ペコリーナ、いやでもキャロットさんもあの夜はワイルドな狼で、ね、セクシーなセクシーなキャロットさん。いやこれ面白かったな、本当。そしてなぜかみんなジングルがあのウィスパーに。そうすごかった
ですよね。やっぱささやく感じなのかな、イケメンのイメージって、ね、イメージがそうだったのかもしれないですね。そして怒涛のゲスト会がありましたね。そうでしたね。一番最初のゲストが雪役の大空直美ちゃん、22回23回かクリスマスの時だ。わあ、クリスマスプレゼント対決、うわあ、やったな。何プレゼントしたっけ。そういう方はぜひ聞き直していただいてね。でもスキー滑りに来た時みんなスキーがってあ、そうだ、分からなくて、すごいあの分からないまま滑るっていう対決。そうだ、イブちゃんが来てくださった時26、26回、27回とかか、わー好きでした、あれ楽しいね。あとなんだろうな、あと44回の南国デートに、あのチンピラがチンピラがめっちゃ来たね、あの時、はい、おやぶん、そう、おやぶん、ミックのおやぶん、おやぶんって見て、ミックのおやぶん、弟子感がすごかった、小物感が。たくさんの方にもゲストに来ていただいて、はい、嬉しいですね。これからもね、いろんな方に来ていただけるといいですね。はい、頑張りましょう。そしてですね、せっかくの1周年なので、こんな時にしかできない恥ずかしい企画を、なんだ、行きたいと思います。やるの？これはでも私もするから、もう行きたくない。恥ずかしい。こちらですね、お互いにメッセージをお伝えします。これマイクの電源切ってやろうよ。それいいですね、それいいですね。それがいい、終わりましたね。そうだね、うわー、はい、本当にこっぱずかしいですね。しかもあの順番も指定されていましてですね、まずリッカ様から、うわ、まあ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 、先頭バッターいきましょうか。先頭バッター、先頭バッターいいな、はい、いきますか。まおちゃんとミックに、はい。みたいにやめてよ、やめてよ、まだ続くんだから、やめてよ、続くんだから。そうだな、真央ちゃんはすごく真面目で、いつもあの台本の隅から隅まできちんと目を通して確認してくれてて、で、なんだろう、でも真面目なんだけど、それだけじゃなくて、第1回だったかな、忘れもしない真央マダム、ああいうなんかこう飛び道具を隠し持ってるところが本当に、あ、もうこの子は魅力が無限大に備わってる子なんだなと思って、こうまだまだ噛み締めたいなっていう、本当に興味の塊です。なのでこれからももっともっと知っていきたいなって思ってます。これからもよろしくね。そしてミック、はい、もう本当見るからに天使で、本当いつも爽やかな風が吹くと、あ、ミク来たなっていうのを感じられるぐらいなんかね出てるんですけれども、でも実は中に小さいおっさんがいて、おって思うこともたくさんあるんだけれども、それでもやっぱり天使力衰えない、素晴らしい、おかげでね一緒にいるといつもこうなんだろう、自然と頬が緩みます。一緒にいるだけで幸せな気持ちになれるのは本当に心そのものだなと思います。これからもよろしくね。ありがとうございます。二人とも大好きだよ。いやーい、もうなんでこれをみんなに聞かせるの。なんで私たちだけのものじゃないの。おーい、はい、次、あ、次行こうぜ。じゃあミック、あ、どうしよう、何言おうかな。必然的に鳥が来ます。そうなんですよね。じゃあ、はい、わかりました。はい、伊藤美久です。第0回から始まって、こうそれぞれに面識はあったんですけど、こう0回始まった時はすごい緊張してしまって、あ、どうしようどうしようっていう状態だったんですけど、まさかこんなに1周年も迎えるくらい長く続いて、こんなに仲良くなれるとも思っていなくって、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。
こうお姉さん2人からいただいた手紙もですね、本当に大事に取っていて、本当に内容を見せるのは私がちょっと恥ずかしいくらい愛のあふれたもうビシッと書いてくれたメッセージがあったりとかもして、2人ともハートマークもたくさん書いてくれて、こう愛してくれてるんだなっていうのをすごく実感しています。私は一番年下なので、本当にお二人におんぶに抱っこな時もたくさんあるんですけれども、それを優しく受け止めてくれるお二人が大好きです。これからもよろしくお願いします。おんぶでも抱っこでも何でもしてくれるお姫様抱っこでも何でもしてくれる肩車しようか、肩車までしてくれる折れちゃいますよ、真央さんが折れた、いや恥ずかしいですね。恥ずかしいですが、はい、まあ、もっと恥ずかしいことね。そうですよ、最後ですから真央さんが、はい、本当だちょっとさあ、はい、ドキドキしますね。さあ泣く準備はよろしいですか皆さん。泣く準備はよろしいですか皆さん。オッケーオッケー、じゃあね、玉ねぎとかちゃんと準備できてますか。泣くネギでもいいですよ。するんじゃないよもう。さあじゃあ行きましょうか真央ちゃん、はい、いやそうですね、本当にここ50回まで来て、なんかやっぱりミックには癒されつつ、リッカ様にはもうなんかなんて言うんですか、あの潤滑油でしたっけ、あの油、そう油じゃないですけど、あのなんでしょう、あのホットケーキ作る時の卵、なんて言えばいいの、あのそうリッカ様があの一度ご不在だった時、にこうミックと二人でやらせていただいて、すごいイチャイチャとかさせていただいたところは嬉しかった一面はあったりしたんですけど、すごい楽しそうだったあったんですけど、やっぱりなんかこうなんでしょう、あのその時のまだ人見知りさとかまだこううえいってなってないところも相まって、なんかこうお話がこうたどたどしいそれがまだあったんですけど、やっぱりこうリッカ様がいることによってそこが滑らかになっていくという、本当になくてはならない存在だなっていうのがやっぱり実感したところでもありますし、ここまででもいろいろとなんかこう流れるようにあのラジオの方をね、こうベルトコンベアのように、ベルトコンベア例え話な、なんか例えが全部ダメになるんだよね本当になんかこう滑らかにこう運んでくださってて、いつも助かってますし、なんかいつも本当に助かってる分なんかお任せしてしまってるみたいで申し訳ないな、頑張ろうっていつも思える存在であるんですよ、ありがとうございます。そうね、ミックはもう本当にその前からもいろいろお仕事をさせていただいてたんですけど、はい、これでこうじっくり何でしょう、ちゃんとお話できたりとか、いろいろいろんな一面を知れてちょっとふふーなんて思ったりしつつもなんかそうですね、うん、やっぱりリッカさんも言ってましたけど、ちっちゃい おじさんがいたりとかなんかねあったんで、いいね、うん、そうなんですよ、なんでこうやっぱりお二人とこうしてちゃんと長く長くラジオをさせていただくことができてすごく嬉しいなと思いました。さあこんなね私ですけども、これからも末永くよろしくお願いいたします。お願いします、お願いします、はい、もうやだやだこのコーナー、もうやだやだ、こんなになんか変なじっとりした汗かいてる、じっとりもう本当終わろう終わろう、以上以上今回の後半はこの1年間の振り返りトークをお届けしました。これまでに配信された回は、現在すべて YouTube で視聴できますので、気になった回をぜひチェックしてください。つながるジングル、ユーニャのこと最初はすっごい変なやつって思ってたけど、この1年でまあ少しは見直したわ。ちょっと変なやつに格上げしてあげる。この調子でいけば来年には彼氏とかに格上げされてるかもよ、なんてね。さて今回は7月25日発売予定の CD プリコメキャラクターソング04よりスマイリーコントラストを聞きながらお別れです。
番組ではリスナーの皆さんからのメールを大募集しています。いっぱいコーナーありますので、詳しくは響きラジオステーションの投稿フォームをご参照ください。投稿心よりお待ちしています。そして50回を記念して今回からリスナーさんプレゼントがスタート。イエーイ。今回採用された方の中から1名様にアクリルスタンドを差し上げます。豪華豪華。はい、今回はどなたでしょうか。はい、今回アクリルスタンドを差し上げるのはフリコネームサムターンマーシーさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。サムターンマーシーさんはいつもの投稿フォームから郵便番号、住所、本名、連絡先の電話番号を送ってください。はい、こちらのプレゼント企画は今後もずっと続きますので、ぜひぜひ皆さん張り切って投稿お願いします。フリコネチャンネルリライブは響きラジオステーションで毎週木曜19時配信。次回第51回は7月12日木曜19時に配信です。お聞き逃しのないようカレンダーにメモしておいてください。フリコネチャンネルリライブは2年目もガンガン続いていきますよ、うん、応援ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。メールもぜひたくさん送ってくださいね。ではプリコネチャンネルリライブ第50回はここまでです。お相手はペコリーヌ役マオト、コッコレ役伊藤美久と、ケル役立花梨花でした。来週もプリコネチャンネルにリライブ。プリコネチャンネルリライブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。10年早いですね。早いね。本当にまた夏が来てしまった。そうだね、始まったんだもんね。うん、いやそうか、でもなんか本当に最初第0回とか第1回ね、はい、今YouTube でお聞きいただけると思うんですけど、多分今この回を聞いた直後に聞いたら、よっみんな猫かぶりよるそうですね誰が誰だかもしかしたらわからないかもしれないですね。いやそうかもしれない。本当なんかね、いろいろやってきていろいろ話すようになってね、そうですね、本当にすごく濃い1年間でしたね。これがもっとどん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 続いてったらどうなっちゃうんだろうどうなっちゃうんでしょう、ね、2年目のなんか目標的な、あ、なんかありますか。3人でプライベートでどっか行きません、うん、おなんか旅行とかご飯行ったりとかしましょうよ。いいの、そんなミックから誘ってもらえるんだったら行くわ。いや行きたい、本当に絶対楽しいと思う。プロデューサーの木村さんからお便り片付いてます。木村さん、はいはい、あこの流れ、あ、またこの流れ、この音が、ちょっとハンケチ用意しとこう、はいはい、サイゲームスプリンセスコネクトリダイブプロデューサーの木村です。お世話になっております。お世話になってます。ラジオプリコネチャンネルリダイブも1周年ですね。うん、真央さん、はい、美食伝3人のリーダーとしてラジオだけでなく作品全体を引っ張ってくださってありがとうございます。すっかりマダムキャラとして定着しましたね木村さんにも定着している。そして伊藤さん、はい、美食伝のマスコットとして全国の主様に天真爛漫な笑顔を振りまいてくださりありがとうございます画伯としても活躍を楽しみにしています。立花さん、はい、持ち前のトーク力で美食伝をまとめいつもリスナーに笑顔を与えてくださってありがとうございます。お酒はほどほどに楽しみましょうすいません、ほんとすいません。私たちサイゲームススタッフもプリンセスコネクトリダイブがユーザーの皆さんにもっともっと楽しんでもらえるように頑張ります。真央さん、伊藤さん、立花さん、これからもプリンセスコネクトリダイブとラジオプリコネチャンネルリダイブをよろしくお願いします、ということですね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかちょっと頑張ろう。シャキッとしますね、やっぱりこう、はい、頑張っていこうと思います、ね、はい、頑張って盛り上げていきましょうね。いや嬉しいですね、皆さんもこれからも聞いてくださいね、はい、遊んでください。お願いします。します。じゃあねー、バイバイ、バイバイ。